今回は公園にも石田裕子さんと夫婦役を演じさせてもらいましただけども息子がこの第一原発で行方不明になってそれのとにかく無事に帰ることをずっと夫婦で子どもたちと祈ってるという役ですすごい緊迫した現場でしたすごく刺激的でした勉強になりましたどうぞ今日はありがとうございましたありがとうございます 続きまして、行方不明となる運転員の母を演じられました石田ゆり子さんお願いいたします。皆さんこんにちは、石田ゆり子です、えー。そうですね、私はあのこの作品を一気に8話はい、見まして、あのすごいものを。 見てししままったたなと思いました自分たちが出ているにもかかわらずその台本だけでは台本読んでるだけではわからなかったことが映像になると本当にあこんなことがあったんだそしてそれがあの事実に基づいているということがあの本当になんというか胸に迫ってこのことをこうやってドラマにして残そう残すということはあのとっても 辛いことですし、勇気のあることですけど、本当に意味があることなんだなと思います。あの、西浦監督と中田監督とあの,あのプロデューサーの増本さんとその皆さんの情熱がすごかったです。はい、この作品に参加できて本当に幸せだと思っています。今日はあのどうぞあのじっくり味わってください。ありがとうございました。ありがとうございます。 でとにかく張り詰めた現場だったんですけども、えー、俺は百合、えー、子さんがいたんで百合、まあ、子さんを見てればとりあえずカットとカットの合間は幸福な気分でいられるんですけども百合 <laughs> 子さんは俺見ても別に幸福な気分にならないと思うんで申し訳ななかったなったいうのをあの思ってます、はい。石田さんはあの大変セリフの少ない役柄でしたけれども、はい、演じられる上で難しかったところはございましたか <laughs> そうですね。あの確かにほとんんどセリフはないんですまあ,あのこれからご覧になる皆さんの前であまり種明かしはあれですけどあのただセリフはなくても心の中にいっぱいあのなんだろう言葉が詰まっていて口には出さないけどこうも,うものすごく密度の濃い祈りみたいな感じ でしたね、多分皆さん皆さん同じだったと思いますけど本当に祈るような気持ちでそのこ濃い重たい時間を過ごしていたという感じです。ありがとうございます当時の作業員の方々のこう,う極限状況下における精神状況っていうのはあの我々の想像をはるかに超えるものだと思うんですよ。 でまあ、頭の中では分かっていてもあの自分自身に何度問いかけても、えー、答えが出てこないシーンばかりでしたので、まあ、本当とにかくあの、まあ、気持ちだけは大事にしていこうと。 思っていましたしたあと役所さんとはあの今回、えー、直接のシーンはほとんどあのたった晩シーンだけしかなかったんですけどあの、えーまあ、オンラインの,その受話器越しから聞こえてくる、えー、その役所さんの声一つだけでもう何か引っ張られるものがすごくあって本当に助けていただきました。えー ありがとうございますスールの方フラッシュはお控えください